さあ、それではくまモンが準備できたそうですよ。あれだよ。なんかあった？ちょっとおしゃべりこの辺にしとく。大丈夫かな？じゃあくまモンに登場してもらいましょう。もうなんだよ。ファイト九州のくまモン用のユニフォームということで、かわいい。すごい暑いな、長いな、そして大丈夫かな。やった、嬉しい、私もありがとう。めちゃくちゃ喜んでる。お揃いだね。やった。ハリックもね、みんなでくまモンも、ユニフォーム着たということで、こちらのユニフォームのコンセプトを説明したいと思います。今年のファイト九州ユニフォームは、九州各地で沸き起こる熱をコンセプトにした熱気デザインに決定しました。前後の力強いライン、ハリック見せて、ライン、どこに入ってるので、後ろも見せて、後ろも。そうですね、こちらのラインがですね、熱気を表現していて、チームカラーのレボリューションイエローで、チームとファンが共に作り出す熱い瞬間を表現しているということです。そして胸ロゴ横の九州のシルエットですね。そうです、そうです、ハリくんが今ナナちゃんが指してくれてる、こちらは一体感を強調し、レボリューションイエローの熱気が九州全体を結びつけ、大きなエネルギーとなるという願いが込められています。似合ってるよ。そして、4月9日のファイト九州デーでは、入場者全員にこちらのユニフォームがプレゼントされるので、ぜひ皆さん足を運んでいただけたらなと思います。